いただきます。はい、皆さん、ワクワクさまです。はい、お待ちかねのワクワククッキングの時間がやってまいりました。今回は私がやらさせていただきます、今年度日本 IG 会長を務めております、まずは IG の吉川正明と広報ブランディング委員会の飯田智孝です。よろしくお願いします。はい、このワクワククッキングですが、日本 IG の役員会とか、会長研修会、全国大会などの開催地の郷土料理や、名産品を使ったクッキングを通じ、多くの会員の皆様に現地へ足を運んでもらうために、そして、カジュアルな情報を発信することで、令和3年度日本 IG のワクワク感を、皆様にお届けするコンテンツでございます。今回はこの地元沼津市をお届けしたいと思います。今回のメニューは何ですか？はい、今回のメニューは、じゃん。おー、なめろうですね。なめろうを作っていきたいと思います。アジのなめろう、はい、やっぱアジですよね。はい、沼津といえばアジですね。はい、はい、やっていきたい、頑張りましょう。早速、沼津港から取り寄せたアジだけ。はい、そしてですね、今回、私、吉川会長のために、すごいですね。まな板、削り出してきました。会長のために、用意しましたよ、これ。これ持って帰っていいですか？あ、どうぞどうぞ、写真を。ありがとうございます。はい、さらっとね、やっていきまーす。まず、まあ、鱗は軽く、ほぼないんで、いいのかな。はい、まずですね、鱗取りまして、ここの中、硬いところに取ります。先に僕ね、頭落とします。練習より綺麗にいった。練習したんですか？練習より綺麗にいった。ずるいな、練習して。練習どうぞ。まあこんな感じです。多分本当は違うと思います。うん、なんかね、なんか違うと思うんだけど、うん、なんか違うと思うんだけど、そうするしかないじゃないですか。うん、骨を取って、骨ね、本当は三枚におろすはずだったんですよ。うん、本当は、これ三枚わざわざ、三枚いかなかったね。うん、包丁が切れないんです。包丁切れないんだよね。やつもでした。言い方すると2枚ですね。2枚ですね。2枚です。2枚おろし。はい。おかしいな。じゃあ、やめとこう。こっちの方が綺麗。もうこっちでやるでしょうか。やめましょうか。もう左足なんで。2.3枚ぐらい。よいしょ。これいいんじゃないですか、なかなか。僕。うまいです。あ、うまい。うまくないですか。2.3枚ぐらい。
所詮2枚しか使わないんです、うん、ということでですね、はい、ちょっと不格好でございまして、こんな形で、はい、さばきましたというところで、はい、うん、はい、できました。こちら、なめろう、やらせて味、三枚おろし。はい。で、今度ここから、まあ、なん、刻むというかね、ちょっともう、なんていうか、ちょっと、ばーっと、じゃあ刻んでいきます。はい、どうぞ。私でいいですか、ね、やらせて。一緒にやるよ、これ、ね、最後に。僕もこっちでいくから。うん、じゃあ、こういう感じですよね。叩きっつうの？叩く、まあ、こんぐらいですよね。うん。ごめんなさい、前で。あ、こういうの、うん。これ、沼津で取れた味。沼津です。これがね、うん、本当はもっと小味しかなかったんですよ。うん。で、もっと大きいの入るって言ったら、だから今、取れないって言ってたね。はい。どこで買ったんですか、これ。あの、近所の。ん？魚屋さん。でも沼津港から沼津港、ね、あげてるんで、はいはい、で大きいの入るのって言ったら、いや明日入る、今日入るか聞いたの、昨日、うん、なんていうか、じゃあどれでもいいや、これと、でもうまそうじゃないですか。はい、はい、刻みました、はい、そうしたら今度は生姜切ります。切るというか刻む、これも刻む、うん、皆さん沼津生まれ？もちろん沼津生まれですか。沼津生まれ。あ、沼津生まれですか。でも沼津はやっぱいいとこですね。沼津どこが好きですか。やっぱ海ですか。海と山ですか。あ、そうですね。海山、まあ人がいないところ。それダメでしょ。それダメでしょ。ダメですよ。いや、あの誤解してもらったら困るんですよ。でも人口の流出結構な感じらしいですよね。そうそう、沼津はね、ごちゃごちゃしない。ね、やっぱり田舎ですから、はい、そういう点でいいんですよ。東京みたいなね、雑踏をしないと、自然豊かな、ね、まあ、ところが好きですよ。人情味あふれますからね。やっぱみんなご飯がうまいって言いますよね。あ、うまい。沼津はね。うん。うん、魚も美味しいし。うん、山の幸って、山の幸だったの？山の幸は、あしたか牛。ああ、あしたか牛。あしたか牛。山の幸？あ、ごめんなさい、それもちょっと。違うよね。それは山の幸じゃないよね、多分、うん。でも、あるんでしょうね。あるんでしょうね。でも山の幸ってあんま聞かないですよね。うん、ネギ？次。さあ、ネギです。うん、ネギ僕やりましょう。ああ、ネギ、まあ。あ、どうやって切るんだろう、会長は。ネギをどうやって切るんだろう、会長。もう左切ったから、こっちなんです。え？切るってだって。切るだけじゃないの？いや、そうなんですよ。ん？なんか、うん、切り方の論争がちょっと、ん？こういうやつ？そう、それじゃ。ん？やっぱこうなりますよね。なんで？半分に切ってこうまとめて。あ、そういうこと？どうかなと思って。いや、それをどうするのかなと思って。ここは長いまま行くのかな。長いまま行きたいね。この何回もこの回いいじゃないですか。ね。音ない。なんかその、ほらほら。え、ああ、そういう意味だったでしょ。なんか憎い人がいて、その人のことを思いながらやってるって言われてたんですよ。うん、ちょっとめんどくさくなってきた。こんぐらいで会長の、うん、あ、会長じゃない、会長いつ寝てるのっていうちょっと話題もあって、はい、会長いつ寝てるんでしょうか。いや、意外と僕寝てますよ。睡眠時間長いと思いますよ。でしょ、うん、僕6時間以上寝ますからね。7時間ぐらい寝てきました。タイミング寝てるもんね。あれ？すみません。それは大丈夫です、ね。はい。会議中大丈夫です、ね。議長ですから今。議長です。言わないです。はい、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 できましたよと。そうしましたら、では入れてください。よし。はい。と、入れちゃいます。はい、そしてお味噌ですね。はい、うん、こちらの方、いや、もう、いっちゃいましょう。いっちゃいましょう。うん、まあ、まあ、ちょっと唱えても、混ぜるだけなんですね。いっちゃいます。一応、得意料理って何ですか？僕はね、炒め物系なんですよ。だから、
チャーハンとか焼きそばとか、そういう系でちょっと凝ってね、いろんなチャーハンでも、例えばその普通のチャーハンからカレーとかキムチとか、なんか今日はね、卵かけご飯を焼くっていうね、こう卵かけご飯あれ作って、あれをフライパンで両面で焼いてこんがりしてね、お好み焼きみたいにして食べた。子供たち絶賛、もううまいっすよ。そういうね、ちょっとこういろいろいろんなものを家にあるもので作るのが好きなんですよ。だからこういうのは作ってる。はい、行きましょう。はい、ありがとうございます。はい、はい、ちょっとやる。このようにね、まあこれで完成でございます。あとは盛り付けて、食べてみたいと思います。はい、はい、じゃあ続いての料理いきます。次は、はい、あ、僕にやらせて今度。はい、いきます。次の料理はおー、アジフライです。やっぱりアジなんですね。アジですね。はい、やっぱりもう沼と言ったらアジです。はい、じゃあそしてさばくのは僕。はい、じゃあやりましょう。じゃあ僕もやりましょうか。横で2人でツインでやりましょう。ツインで。さっき隣なんで、はい、まあ、なんとなく鱗、うん、うん、意外と切れてない人ですよね。いや、こっち切れないな。今日切れないの？何にも切れない。あ、思い出した、ここだ、ここだ、こっから入れるんだ。この脇腹からグッとこうやって、うん、ガツッてやるんだ。あ、そうだ、思い出した気がする。あ、じゃあ芯を切って、あ、そっち行っちゃったよ、これ。ん？ちょっと俺も、あ、ごめんなさい、3枚に下ろしちゃった。こっち開きだった。ごめんね。これ3枚下ろしちゃった。なりゆきで。ごめんなさい。大体やらかすんです。まあまあいいや。早速やってますって。はい。そういうことで。あ、さすが。終わりました。はい。はい、じゃあ切りましょう、これね。はい、できました。はい、綺麗にね、切れましたね。開きできましたね。はい、はい、じゃあ、では揚げていきたいんですが、どうだろう、油はどう。はい、では揚げていきましょう。はい、ましょう。はい、ちょっとつけて、はい、つけました。はい、つけました。さあどうなるんですか。こっちはね、はい、ね、いきますよ、優しく。おお、あ、いいね。いいじゃないですか。もう一個か。うん、うん、もう一個かな。うん、よし、よし。じゃあこの3枚でちょっと、どうでしょう、1枚目って言って、うん、どうなのかな。ちょっと温度の引き方もしないな。ちょっとだいぶ吸ってる感はありますね、油をね。やばいね。あ、でもなんか匂いはいい感じ。うん、うん、じゃあいきますよ。お願いします。おお、いい感じ。ほら、いい感じ。いいね、これ。おお、いい感じ。おお、いい感じ。これ何ですか。あ、悪くないですよ。うん、うん、うん、沼津 YG。 ん、あ、沼津 YG、 沼津 YG、 どうだろう、ね、直前会長ですよ、ね、直前会長らしいんですよ、ね、直前会長ですからね、はい、うん、基本的に気のいいやつらばっかで ね、やっぱなかなか楽しい会場ございますよ。落ち着きますね。落ち着きね。沼津 IG。 落ち着きのないやつ多いんですけど、落ち着きます、それが。はい、逆に落ち着きのないやつばっかなんだけど、落ち着きます。で、結構ね、本当にね、やる気のない人たちやっぱいるんでね、
だからそこもうまくね、あの周りにこう影響を与えていただけるとよりもっともっといい段階が全然なる。今あれじゃないですか、ちょうどこう世代交代時期みたいな感じで来てるんですか。ようやく ね、まだ入った頃は ね、あの OB の子がいるっていうのがあったけど、今はもう、まあ、僕らもそうなんだ、今もそうなんだけど、前はね、僕らがすごい遥か上の OB さんの子供さんが入ってきたから、もうちょっとではね、OB の子供が入ってきてるので、だいぶ世代交代っていうのが分担しますね。はい、うん、いいですね。今200人ちょっとかけてますからね。やっぱ会員拡大をなんとかね、頑張ってやっていきたいですね。ちょっと状況的にあんまり良くないかもしれないですね。うん、まあでもね、その負けずにね、努力してやっていければ、よろしいんではないでしょうか。はい、僕、委員長ですから、ね。委員長ですよ。委員長ですから、これで。ね。かなおかしい。会長やって、日本の会長やって、委員長やって、まあ、そんだけだ。あさって委員会ですからね。あ、そうですね。ちゃんと参加してもらわないと。そうそう。でもいい感じですよ、いい感じ。あ、いい感じだ。いい。色がすごい。いいね、これ。温度感じですよ。うん。何ですね。何で仕上げられるか。何ですね。さっきの小屋さんは、色を取りたいと思います。色を取りたいと思います。ノマリンピック。いや、すでに多分ナイス。あ、でも、今ほら、橋渡し事業やった。橋渡し事業ね、巻き込み方ではないんだけど、何年前だか、3年経って、4年、3年、そうね、3年ぐらい前から、要は、地域活性化の、多分2本も3本も出前なんだけど、やっぱね、人が増えないとしょうがないんだけど、高校生が、まあ、大学ぐらいどっか行った時に沼津に帰ってしまうということで、沼津の魅力、こういう企業があるんだということで、職業講話を、地元の高校生の皆さんにやってるというのは継続授業としてあります。直接的な発展になるかどうかはちょっと本当分かんないんだけど、ちょっと種まきの状態はね、もう3年、4年目ぐらいからやらせていただきます。ちょっとね、みんながなればいいですけどね。そんなこと知ってるうちに上がりましたよ。あ、いい感じで、いい色ですよこれ。ほら、はい、完成。はい、完成。これ、ほら、どうぞ。アジフライ出来上がりました。実食したいと思います。実食したいですね。はい、はい、できました。それでは、いや、できましたね。いただきます。いただきます。実食でございますね。さあ、食べましょう。これヘダジオ、これヘダジオ、ヘダジオ、セットの塩。あ、セットの赤い。あ、瀬戸の塩。瀬戸の塩です。高松のね。高松の瀬戸の塩。いいじゃないですか。やっぱね、アジフライは、あ、まあ先にな、こっちに、こっち食べるかね。うまい。ああ、うまい。うまい。いや、うまい。うまいね。やっぱなんか、うん。取れたて感があっていいじゃん。うまい。うん。釣りたて取れてて。いいじゃないですか。うん。やっぱ沼津の味ですよね。沼津ね。本当に沼津の味ですよ。さあ、ちょっとこの味見ましょうか。これいい上がりですね。いい上がりですね。これいい上がりです、ね。うん。ちょっとこれお塩いいですか。これ一回このまま。やっぱね、味ぐらいはソースより塩ですよね。うん、あ、でもね、本当にね、味があるそのままでも。うん。これない。そこはね、議論したんですよ。揚げちゃうから、俺は骨まで食うんだっていうやつがいたもんで、うんうん、その通りでした。うん、うまい。いや、美味しい。さあ、本当美味しいです。うん、さて、お味の方は。いや、やっぱり味は最高でしたね。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。20丸。まあ、このようにですね、今日、吉川会長に、と一緒に作らさせていただきました。で、またですね、日本 YG の情報が満載のですね、ホームページ、小生の方もぜひね、ご覧いただきたいなというふうに思います。で、本当に今日はですね、調理の方から吉川会長に、ご一緒させていただいて、作って、まあ、食べたというところで、まあ、全体通してどうですか。
いや楽しかったですよ。いや本当にありがとうございます。はい、ですね、ちょっとまだね、はい、いろいろとキッチンがいいですよ。ありがとうございます。僕、まあこれもね、また次回のですね、ワクワククッキングですね、ぜひとも皆さんお楽しみいただければと思います。今日はこの辺で。さよなら。